シャネル・イマンは、米国出身のファッションモデル。178センチメートル、81から58から84。本名を、シャネル・イマンド・ドビンソンと言い,い、アフリカ系アメリカ人と、朝鮮民族との根欠2000年代後半以降の西洋ファッション界にあって、突出した人気を有するモデルの一人で、ファッションブランド、ビクトリアズ・シークレットの、 エンジェルの一員としての活動がおそらく何より著名。いわゆるスーパーモデルにあたる。アドリアナ・リマなどの巧妙なモデルらを擁するビクトリアズ・シークレット・エンジェルの中でも際立った細身の持ち主として注目を集めており、それについては生まれ持っての代謝能力の高さが指摘されるなどしてきた。米国ジョージア州のアトランタに出生。父はアフリカ系アメリカ人で母は アフリカ系アメリカ人と朝鮮人との根結であった。1999年に家族でロサンゼルスへ移住。以降ロサンゼルスのカルバーシティに育った。13歳当時の2004年にモデル事務所のフォードモデルズと契約、ロサンゼルスを本拠にモデル業を開始した。2006年にフォードモデルズ主催のスーパーモデルオブザイヤー大会で準々優勝し、早速2月に アナスイやマーク・ジェイコブスのショーを歩いてプロデビュー。デビューの翌年にあたる2007年に早速ベイバン、ボーグの表紙に登場し、次期、世界のトップモデルの一候補として特集の対象へ。ナオミ・ギャンベルやリア・ケベデに続く、いわゆる黒人の大型新人として注目を集め、スータのハイファッションブランドのショーの仕事をこなすようになった。ランウェイを行く、イマン、 2008年ビクトリアーズ・シークレットとの契約を獲得したのは2009年のことで、エマニュエラ・デ・パウラ、リンジー・エディンソン、キャンディス・スワン・ポール、ロージー・ハンティントン・ホワイトという4名と並んでのエンジェル入りであった。以降、ボーグ、エハーパース・バザーなどといった有名雑誌の世界各国語版の表紙に登場しつつ、バーニーズ・ニューヨーク、ボッテガ・ベネタ、DKNY、ドルチェガッパーナ、 ギャップ、H&M、ジャンポール・ゴルチエ、ロード・テイラー、ラルフロ・ローレン、サックス・フィフス・アベニュー、ユナイテッド・カラーズ・オブ・ベネトン、そして、ビクトリアズ・シークレットを含む多くのブランドの広告の仕事をこなしてきた。ファッションウィークに笑顔を見せる、今、2007年、ニューヨーク2011年からは、ユマ・サーマン、ジーナ・デイビス並びにジョシュ・ハートネットの3名と共に、 米国国際開発庁のいわゆるアフリカの核向け事前事業の広告等に抜擢され、事業開幕となった11月にはホワイトハウスで演説。事前事業関連ではさらに、同年暮れから DKNY 主導の基金、撲滅運動事業に参画しており、その事業のために同ブランドが製作した大量のダイヤモンドやサファイアを散りばめた香水の瓶を片手に、 広報活動を行うなどしている。2012年にビクトリアシークレット公式ウェブサイトからロージー・ハンティントンと共に名前が削除されており、2012年及び2013年のショーには出演しなかった。ありがとうございます。